国務院総理は中華人民共和国において首相に相当する官職。中華人民共和国の最高国家行政機関である国務院を主催する。同国における故障は中華人民共和国国務院総理。建国当初は政務院総理と呼ばれていた。日本語ではそのまま国務院総理と表記されることがあるし、また首相と訳されることもある。 中華人民共和国憲法の規定によると国家主席の指名に基づいて全国人民代表大会で選出され国家主席が任命することになっている。しかし憲法に中国共産党による国家の領土が明記されているため実質的な人選は中国共産党中央委員会によって行われている。国務院の任期は 全国人民代表大会の任期と同一とされているため、通常、国務院総理の任期は5年。連続参戦は禁止されている。1980年以降は、党主席、総書記とは別の人間が務めている。1989年の第二次提案問事件に、際して、党内の対応が分裂したとき、理が総理の権限において、 戒厳令を発動させたことは、政局に大きな影響を与えた。例えば2008年3月16日に交付された、恩加法を国務院総理に任命する、中華人民共和国主席令には、ネスエ、中華人民共和国、第11届全国人民代表大会第一次会議的、定ただし、任命恩加法ため、中華人民共和国国務院総理とある。 ただし、布告のみであり、実際の軍部隊の動員権などは、当中央軍事委員会、国家中央軍事委員会が持つ。ありがとうございます。